2019年3月の19日13時36分です。よろしくお願いします。なんかないかな。絵の具が欲しい。絵の具が欲しいな。絵の具、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 どこ行ったんだ絵の具。絵の具どこだ。暇だ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 。なんかやりたい。
どうも。ああ暇だ。ニンニ四国じゃなかったっけ。暇だ。外行く。Wi-Fi 繋がってないかな。外。Wi-Fi 繋がってっかな。外行く。苦しい、もう暇だよ。あー暇だ。全然面白くない、退屈だ。退屈すぎる。暇だ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 。いや、わかんない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 。あ、全然面白くない、全然面白くないよ、全然楽しくないよ。なんかないかな、なんかないかな、面白いこと。はあ、暇だ。いやー、やだ、もう暇なんだよ。なんかないかな。いや、花火とかじゃないね。パチンコもあんまする気分じゃないかな。なんかパッと遊びたいな。詰将棋とかもうおじいちゃんじゃん。違う、もっとなんか爆発したいんだよね。のりこの家に画材あるかな。釣りは持ってない道具。いや、パチンコいいや。いやー、もう苦しい。あー、もうなんかやだ、つまんない。楽しいことがやりたい。全然面白くない、全然楽しくない。踊りコラボ。海外旅行、パスポート持ってないもん。セックスはしてないね。3ヶ月ぐらいしてないね。なんかはっちゃけたいな。ゲームセンターか。じゃあ、なんか作りたいんだよね。なんかもうぶちまけたいんだよね。絵を描きたい。怒りを込めて絵を描きたいね。サバゲー、サバゲー。キャメラはキャメラ、編集ができないから結局フラストレーションたまるんだよね。編集ができないから。ドラム、バッティングセンター、なんか叫びたいね。なんだろう、このモヤモヤは。なんだろう。いや、リスナーに八つ当たりしても結局なんかへこむだけだから嫌なんだよね。リスナーに八つ当たりしても全部自分に返ってくるし、嫌な気持ちになりたくない。そうじゃなくて、そのストレス溜めるんじゃなくて、ストレスを吐き出したいんだよね。そっちじゃないんだよ、そっちじゃない。楽しいことがやりたいな。いや、泣きたいとかじゃなくて、もうダメだ、もうダメだ。怒りだよ、怒り。な
んかねえかな、絵の具でブワーって描きたいんだよな。なんかねえかな。もう薬もうやめてるもん。もう薬はダメだと思ってやめてる。なんかねえかな。ずっと変だから俺、最近とかじゃなくてずっと変だから。スロットとかじゃないんだよね、パチンコとかじゃないんだよ、違うんだよね。なんかもうこうなんていうんだ、破壊衝動を何かにぶつけたいんだよね。何でもいいんだけど、その今絵が描きたいっていうか、そのドローイングにブワーって描いていきたいんだよね、怒りを。絵の具がないんだよ、絵の具が。何かに転換したいんだよね、これを。ヘルスとかじゃないんだよね。なんかないかな。あやこちゃんブロックした。なんかないかな。なんか面白いことやりたいな。興奮する何かをやりたいね。こガーってこみ上げてくる何か。もうやだ、退屈、退屈すぎる、退屈すぎる、全然面白くない。セックスって相手がいないもん。彼女は3ヶ月ぐらいいないね。じゃあそういう何かに迷惑をかけたいわけじゃないんだよ。ブロードウェイか、ブロードウェイね。墨汁、墨汁持ってないよ。なんかないかな。絵の具どこ行ったんだろう。のりこにあげちゃったんだっけな、絵の具。冷静になりたいわけじゃなくて発散したいんだよね。曲は作れないかんな俺。曲は作れないから。あいこ切ったね。カラオケって気分でもねえんだよな。なんか違うんだよ。もっとこう、なんだろう。ああ、わかんないよね。伝わんないよね。ああ。楽器。はあ、なんだろうな。なんだろうな。退屈だ。いや、そういう感じじゃないんだよね。何かを作りたいんだよね。変な女って誰？誰変な女って。だから映画の制作ができないんだって。パソコンがダメだから。友達はいらない。粘土か、粘土はあるな。便座完成させて壊れたからもういい。パソコンは違う、 i5 だから編集ができない、動画の。
動画の編集ができないね。なんかないかな、塗り絵。酒か、酒か。酒飲む。酒か。酒か、近いな。酒か。なんかないかな。なんかないかな。イライラっつうかモヤモヤ。いや、そうなんだよ。絵の具で自分をキャンパスにして塗りたくりたかったの、顔とかにペイントをしたかったんだよね。そう、それがやりたいの。体中に絵を描きたかったんだけど、コカインなんかどこで売ってるか分かんないもん。絵の具がないんだよね、アクリル。意味なんかないよ。ここにいる全員生きてる意味なんかないんだから。なんかないかな。なんかねえかな。いや、働かないかな。働かないね。くだらないから。働くっていう選択肢はないかな。なんかやりてえな。なんかねえかな。写真撮り行くか。全然面白くない。
だから意味なんかないよ。何やろっかな。何やろっかな。生きてる価値なんか全員にないと思うよ。最初から俺は生きてる価値なんかないと思ってるもん。はあ、どれさんからメール来たの？なんだろう。今話せる。話せるけど。もしもし？おはよおはよう。う。今、配信中？配信中だよ。どうしたの？ミュートにしてくれてんでしょ？いや、してない。ちょっと待って。ミュートにするにはどうしたらいいんだ。こうか。
音声入れたらあげる？いらない、別に。あの、何々したら花火あげるとか消えろ。いらねえよそんな発射かね。
はい、ワード2。エルビンお疲れ。ドレさん、いや、最近大丈夫かって落ち込んでるみたいだけどって。大丈夫かって元気かって。俺別に才能あるとか才能ないとか思ってないよ。勝手に周りがそう思い込んでるだけだよ。お、コンティニーコインありがとう。髪切りてえな。別に自信満々ではないけど、そう見える？別に自信満々とか、わかんない、暇。普通はさっきまでやってたよ。体重計、いや、別に移してもいいよ。72キロだったね、昨日。本当にコインありがとう。マイペースっていうか退屈なんだよね。あー、ニコ生で配信いいね。気分転換にね。ああ、それ結構いい案だな。気分転換にニコ生で配信。それありだね。それありだな。確かに。いいね。まあ悪くないな。ああ、ダメだ。プレミアムアカウントの金がね、払ってねえわ。のんちゃん今どうしてんの？知らん。いいね。いや、不安とかじゃなくて退屈なんだよね。じゃあ、編集するパソコンがないから、動画編集ができないんだよね、今の持ってるパソコンだと。だから素材取って終わっちゃうから、余計フラストレーションたまるんだよ、今。パソコン買おうかな。どうしようかな。パソコン。バガありがとう。バガありがとう。ナイスー。いや、何かをやったら金やるぞっていう人でくれた人はね、今までの経験で一人もいないから、金くれる人は黙って投げてくれるし、黙って振り込んでくれるし、何かやったら金投げるっていう人でくれた人をね、6年半で今まで一人もいない。うわー、ハートありがとう。サンキュー。グラボ？ハードウェアエンコードって何？何グラボって。くれる人黙ってくれるよね。何かやるっつってくれた人いたことないもん。他でも見たことないし。いや、結局ね、くれないって話ね。何かをやってやったらやるよっていう人はくれない。最初からくれる気ない。くれる人はもう黙ってもくれるもん。グラフィックボードわかるけど、グラボ詰めてたノートパソコンだよ。もともとグラボが入ってない。もともとグラボ入ってない。i5 でグラボ入ってなかったらそれは無理だわな。グラボ依存だかんね、今。外配信用だかんね、これね。
んかねえかな。カメラ売ってビーチがあったら今度素材が取れなくなるから本末転倒でしょ。だって PC で今のカメラで撮ってる動画が重たいからパソコンを高いのに変えないといけないっつって、カメラが安いのだったらこのパソコンで編集できるもん。逆に意味ないでしょ。逆に楽は楽だけど、楽と楽しいは違うじゃん。楽は楽だよ。全然楽だよ。だ楽しいかって言われたら今は楽しくないね。うん。家電見に行くのありだね。うん。いや別に金で苦しいわけじゃないから。バカだね。ぐうだら人間に餌与える人間がいるんだよ、世の中には。分かってねえな。うん。分かってねえな。ぐうだら人間に金を投げる人間がいるんだよ、世の中には。結構いるからね。それで俺生活成り立ってるから。結構いるから。金に困って、生活は全然できるよ。生活は全然できる。ああ、車持ってる人にドライブは最高だね。それ一番いいかもしんないね。別に自慢してないよ。ありがとう。サンキュー。花火ありがとう。サンキュー。チーズ。うん。チーズ。なんかやりてえな。金には別に困ってないかな。最近花火飛んでるし。うん。慎吾さん、全然絡むよ。向こうが絡むっつったら。慎吾さんが NG なんじゃないの？俺のこと。慎吾さんが NG。スポンサー見つかったね。うん。スポンサー見つかったよ。うん。まあ、今日は上がってないね。今日は上がってない。別に金に困ってねえって。髪の色しばらく青でいこうと思ってるけど。今のところ花火1だね。不安定っつうか楽しくないね。すごい。すごい楽しくない。なんか楽しいことやりたいね。スーパーハイテンションになりたいね。なんか。スーパーハイテンションになりたい。あ、まあ、うつ病持ってるからね、躁うつだけど、うつ期が長いね。うつ期が長い。酒飲もうかな。でも昼間から酒飲むって気分じゃないんだよな。どうしよっかな。ペニーはブロックした、もう。LINE も放送も全部ブロックした、ペニーは。海外旅行行きたいね。海外最後に行ったのいつだろうな。行きたいね。うん。超行きたいな。海外行きたいな。
なんかねえかな。食費7万ぐらいかな、今。クラブ行ったことないね。クラブ行ったことない。クラブ行ったことない。いや、俺、爆走組織大っ嫌いだもん。爆走組織と絡まないよ。大っ嫌い、俺。ペニーゴミカスだったね。がっかりだったよ。ゴミだったね、ほんとの。あんな人だと思わなかった。ゴミだったね。いいんじゃない？もう俺関わんないもん。木刀の柿？木刀の柿？わかんない。リアルで信頼できる人、ハックンって誰？ありがとう！特命さん花火ありがとう！あざーす！ありがとうございます。ギター弾けか。金梅さんがなんで木刀って呼ばれてんの？なんだろう？なんだろう、木刀って。ハックンは四季の子供なんだ。いや、見たことないから分かんないよ、そんな。左手重くないね。ギター弾けるの弾けるよ。弾き語り配信よくやるからね。弾き語りやってるかんね。いや、ウェイトはつけてないね。へえ。小刀の木刀あんだ。小太刀木刀あんだ。即ブロしてるよ。500人ぐらいブロックしたね。500人ぐらいブロックした。大花火ありがとう！ドンチキー！ドンチキー！ありがとう！サンキューです！サンキューです！ありがとうございます。3杯目お前ちゃんまん金杯ガキ？ガチモンの人で居酒屋行った？ガキって誰だろう？ヒカルくんと俺とチャンマンと金梅さん誰かいたっけ？覚えてねえな。誰かいたっけ？誰だ？ヒカルくんとチャンマンと金梅さんとは覚えてる。だから木刀のガキっていうのがわかんない。ドンチキはヒカルくんじゃないの？ヒカルくんじゃないのかな？花火誰がくれてんのか確認しようか。わかんないよ。今見てみるわ、花火くれた人。ドレさんってさっき電話してたよ、俺。ああ この人か。ありがとう。俺も配信で月15万ぐらいになりたい？無理だよ。やめた方がいいよ。配信で金稼ぐとかヤクザの商売やめた方がいいよ。別に15万稼ぐ、配信で稼ごうと思うんだったら普通に働いた方が全然いいでしょ。
中二病は治らないよ。だから治らないから中二病なんだもん。配信で金を運用するってどういうこと？例えば。水商売よりいいか。どうなんだろう。水商売の方が儲かんじゃないの？わかんないけど、水商売あんまりやったことないからあれだけど。なんか配信が楽して稼いでると思ってるけど、配信で稼いでるのなんか一握りだからね。なんか、過疎な馬主が何人いるのか見た方がいいと思うよ。あー、目死んでるよね、最近。キラキラしてないよね。わかる。月、まあ、最低の最低、生活保護の頃13万で生活してたから、できなくはないけど、まあ、10、20万あったら結構裕福に暮らせるかな。俺の目標は1日1万円稼ぐっていう感じ。目標にしてんのは。日当1万稼いだら30万になるから、全然なんか遊んで暮らせるかな。シルバーアクセサリー今ね、あれなんだよ。ゴムの液体の中に入ってるから、よいこさんの、スタジオ行かないとダメだね。ナンパなんかしてないけど、俺。ナンパはしてないけど。女配信者取らせてとは言ってるよ。でもそれがナンパになんの？もう30あったら全然遊べるけどね。30あったら全然遊んで暮らせるけど。コスパはそんな、なんだろう、100万とか使い方がわかんないかな。100万とか使い方わかんねえ。その日暮らしだね。いやー無理でしょ。100万稼いだこと1回もない。6年半やってて1回もないよ。月100とかね、稼いだらなんだろう、ぶっ壊れるんじゃないの？ わかんないけど。なんかすげえ浪費しそうだよね。すげえ。沖縄住みたいとは思わないね。沖縄住みたいと。彼女欲しいよ。でもできない。全然できないね。全然できない。モテないもん。ヤバ造から俺アイテム花火一発ももらったことないよ。なんか相当金持ちらしいよね、ヤバ造。相当金持ってるらしいよ、あの人。なんかビットコインですげえ当てたらしい。なんか億単位で持ってるらしいよ。俺、でも花火もらったことないからわかんないけど。板場は俺のこと異性として見てないもん。板場は、いや、和道はタイプじゃないって言ってるもん。バーガーとかはもらったことあるけど、すげえケチだよ、ヤバ造は。花火くれたこと一回もないかんね。付き合いたいタイプ、ジュディ&マリーのユキ。ジュディ&マリーのユキと付き合いたい。かわいい。わかる？俺のセックスシンボルだから、ユキ。年上っつうかね、ロリ顔のおばちゃんが好きだね。ユキかわいい。ああ、さっきブロック入れたかんね、俺。あやこちゃん。本当の金持ちっていうか、なんだろう、成金はケチ。成金系の金持ちはケチな人多い。ああ、そうだね。ユキ一回流産したね。千秋はないかな。千秋はないね。M さんは何だろうな。いや、綺麗な人なんだけど、何だろ
なんだろう。なんだろう。なんか和道さん嫌いって言われたからブロックした。さっき朝だね。性の対象とかじゃなくて、なんか違う、感覚が違うんだよね。佐藤ちゃんって人も和道モデルやりたいって言ってた。今から撮ろうよ。今俺の家来てよ。おっぱいがないとかそういう感じじゃないね。なんか。芸術仲間？誰が？ああ、いや、なんだろうな。なんか、勘違いされてんのが、なんか、写真を撮る時の感覚って、なんだろう、セックスよりエロいの？これ、ほんとネタで言ってるわけじゃなくて、写真を撮ってる方が、俺の中でドーパミンが出るのよ。だから、写真撮った中ってことは、もう M さんと俺パコったようなもんだから。だからもうセフレだよね。もはや。俺が M さん撮って、M さんが俺撮ったってことはもうセックス以上の関係だから。だから、なんか別にセックスは良くないっていう。そう。そういう感じ。ちょっと面白いな、それ。もともと嫌いだったって。手のひら返しが半端じゃない。100万あっても困る。まあ、身の丈に合ってる金ってあるよね。身の丈に合ってる金ってあると思うよ。なんか1億円とか持っても使い方わかんないもんね。ワインとか飲まないし、車も免許持ってないし、使い道がないよね。正直1億円とか全然ピンとこねえわ。桜咲いてんのかな？まだだと思うよ。まだだと思う。あんまり関係ないじゃん。配信は普通に好きだからやってるだけで。続けてんじゃないの？マンション買えばいい。管理とかめんどくさくない？資産運用とかめんどくさくない？っていうか資産運用、だから1億つかむような人ってもうお金が好きだから資産運用とかやって稼いでるんだよ。だからなんかこう身の丈に合う金は入らないんだよ。身の丈に合わない金は入らないんだよ、もともと。資産運用とか全然興味ないもん。イベント予選落ちたよ、俺。女関係で金いる？なんか女関係で金かかるってさ、それってさ、なんか女は金が目当てなわけであって、あなたのことが好きじゃないっていう感じしない？なんか嫌じゃない？それって金払う誰かだったら誰でもいいってことなんじゃないの？決めてないね。お前は？
なんかあんまりそういうのはグッと来ないかな。興奮しないね。なんか俺じゃなきゃダメだっていう感じがいいんだよね。俺じゃないとダメなものがいいんだよね。中卒。てか本命以外の考え方がないもん俺。本命以外の考え方がないね。3回かな。ブリーチ3回で2回染めたかな。色は2回入れた。あー、もう懐かしいね。犬吠埼ね。よかったね。波すげえ高かったよね。俺あんまり恋愛なんか別に一人パートナー一人好きな人がいたらいいやって感じだね。なんか信頼できる女性が一人いたらいいやって感じ。中卒後は、まあ高校1年半年か、半年行って、在籍は半年間してて、で2年生になる時にもう退学届、自主退学で出したかな。まあだから前半の半年間しか行ってない、夏休みまでしか行ってなくて、何やったっけ、空港で働いたのかな。その後成田空港で貨物やってたかな。高校はだから半年行って、でなんか嫌になっちゃったね。いや別にいじめとかはなかったけど、てかね、田舎のヤンキーっていじめとかやらないよ。成田とか田舎だから、タイマンとかは張るけど、意外と硬派だよね。田舎の方のヤンキー男っていじめはないよ。すぐタイマンって言うから。わ かる。田舎の方って意外と硬派だよね。だから世代的にもあんまりぐちぐちしたいじめとかなかったもん。なんかヤンキーもヤンキーにしか手出さないし、なんかなんつうの、オタクとヤンキーが絡むっていうことがそもそもない。治安いいよ。だからその変な陰湿ないじめがなかったね。わかる。だからすぐ喧嘩はするんだけど、ヤンキーでどっちが強いみたいなのとか、ヤンキー同士で「おいタイマン来いよ」みたいなのあるけど、ヤンキーが弱い者いじめしてるみたいなのあんまなかったね。俺ヤンキーじゃないもん。だから世代的になんかそういうなんかぐちぐちしたいじめとかなかったね。カツアゲもされたことないね。カツアゲもされたことないな。っていうか俺らの世代って親父狩りとか、そう、大人が敵の構造だったんだよね。だから地元仲良かったよ。で親父を飼ってたね。親父狩り、親父狩りとか今の子わかんねえだろうな多分。びっくりドンキーあんまり行かない。中学の時は、いや、なんだっけ、売店って言うんだっけ、売店。いや、暇だよ。ねえ、親父狩りとか懐かしいよね。親父飼ってたとか、あとエアマックス狩りとかさ、狩るんだよね。モンスターハンター、リアルモンハンだからね。駅前で親父を狩るんだよ。あと女の子は体売るんだよ。だから親父から金をかっぱぐためにすごかったよ。女は体売って、遠行で親父から金剥いで、で、
おっさんすげえいじめられてたよね。女からも男からも親父がかっぱがれてたかんね。懐かしいよな。囲いなんかもともといないでしょ。囲いいる？すでにっていうか、俺囲いなんか一人もいないけど。囲いいる？そう、もともといないんだけど。ゼロはゼロだからね。ゼロはプラスにもマイナスにもならない。ゼロはゼロだって。もともとないんだから。ああ、楽しかったね。過疎の頃の方が楽しかったよね。すげえわかる。いや、俺生まれた瞬間に俺天罰下ってると思ってるから、この世に生まれ落ちたっていうのがすでに天罰だから。いや、苦しいよ。退屈だよ、本当に。退屈。全然楽しくない。あ、はっちゃけたいね。家族いない。警備員っていうかね、憧れのアルバイトは、深夜のビルの警備員すげえ憧れた。古谷実の作品で、結構警備員のバイトの主人公多くて、すげえ憧れた。深夜一人で5年間ぐらいもう一人で夜独り占めしてて、すげえいいなーと思って。警備員いいよね。深夜の一人の警備員とかやりたいね。銀細工の受注来てないね。死んだら別に地球に帰るだけだよ。死んだらゴミになるだけだから、別に誰かの墓に入りたいとかないよ。 YouTube のサーバーが俺の墓だよ。いや、生きててもゴミだと思うよ。俺、基本的には人間に価値はないと思ってるから。生きる理由が必要なだけで、価値のある人間なんてそもそもいないと思ってるもん。俺もお前らも含めて、全員。墓参りしたことない、俺。
実家はないって、だから実家はないって、殴られた思い出があるよ、殴られた思い出が。こいつには絶対課金するなよ。してないから大丈夫だよ。エミさんいい人だったな。エミさん元気かな。エミさんロックだったな、すげえ好きだった。いや、いないいない。ガンダムあんまり見たことないんだよね。鉄血のオルフェンズっていうやつこの前初めて見たんだけど、あんまりグッと来なかったかな。あ、でもね、あのアベマ TV でね、なんだっけ、あのガンダムザオリジンだっけ、なんだっけ、シャアが運転してるシーンめちゃめちゃかっこよかった。ザビ家だっけ、あれはすげえなと思ったけどね。あれちゃんと見てみたいね、ガンダムザオリジン。リスナーさんからプレゼントだね。別にアイテム飛ばすなとかあんたがやらなきゃいいだけじゃん。別になんであの118号が周りにさ、アイテムがどうとか言うの。そんなアイテム投げたい人が投げるし、投げたくない人は投げなきゃいいんだから。海外行きたいね。6年間で買ったのはそうだね、お金が入ってくるぐらいじゃない。あ、そうなんだ。へえ。アメリカに行きたいって言ってたんだよ。うん、去年ね、去年。
おはよう。人生ちょろいとは思ってないけどな、人生ちょろいとは思ってないけど、ちょろいのかな。ちょろいのは年収1000万とかじゃないの。金、親が金持ちとか。なんかないかな。暇だな。通常枠でもいいよ、全然。どっちでも。旅っつうか旅行したいね。温泉浸かりたい。いや、バイト探してないけどちょっと面白かったわ。バイト探してる探してないけど。温泉好きなんだよ。うん、今から行く？どうしようかな。温泉、こっから近いところだ。どこだ温泉って。
江戸温泉か。ポカリあるあるある、大丈夫、ありがとう、うん、ありがとうね。ポカリまだあるよ、たくさんある。ラクーアはおしゃれすぎるんだよね。なんかラクーアあんま好きじゃない、おしゃれすぎる。気の向くままに旅か、これあ、そうなんだ。へえ。再形成してもらってもいいですかって。なんで？なんで旅団に入りたいの？20号さん。旅団に入りたいの？最近ね、お金ね、アイテムくださいって言わなくてもね、すげえくれる人増えたんだよね。なんでなんだろう、すげえ増えたんだよね、アイテム飛んでんだよ。なんでなんだろう、理由わかんないけど最近アイテム飛んでるよね。ここ4日ぐらいすごいよ。なんかアイテムくれる人増えたんだよな。運気上がってんのかな。すげえアイテムもらえてるよ、儲かってるね。なんでなんだろうな。なんでなんだろう。いやでも4日連続でこんなにアイテムもらったことないもん。なんかすげえ投げてくれる人増えてる。なんか爆投げする人が多いんだよね最近。誰っていう、うん、ありがたいよね。いや、まあ、同じ人じゃない、バラバラ、同じ人じゃない、バラバラな。ありがたいよね。いや、ブロックしたよ、ブロックした。
暇っつうかなんか面白いことやりたいよね。うん、面白いことやりたい。映画作ってるよ。やってるやってる。やってるよ。どうしようかな。池上さんとあんま絡みないかんな俺。金髪残ってんの。金髪、ああ金髪だなこの辺。染め直したいな。金髪、金髪、根元染まってねえな。根元が染まってない。はい、こんにちは。やばい、やんねえかな。解体やばい、やんねえかな。やんねえわ。ワドさん、キツネの米でブサメンの嫉妬がすごいですね。何なんだろうね、わかんないけど何なんだろうね。ボランティア大嫌いとか言ったことあったっけ。そんなこと言ったことあったっけ。赤でかぶりたくなかったんだよね。なんか最近赤い人増えたからかぶりたくねえなと思って。この辺染めねえとな。金髪が残ってるもん。まだ染め、まだこの辺が菌が残ってたり、根元の方が菌が残ってたりするから
この辺とかも金だし、ちょっと根元金にしたいかな。この辺とかも金じゃん。この辺ちゃんとブロックごとにやっていかないとダメだね。この辺も金だし、ブロックごとに染めていかないとダメだ。ブロック500人入れたかんな。もうよくない？ブロック解除とかもうさすがにいいやと思って今回はしないね。もうブロック解除はいいや、めんどくさいし。疲れはしないかな別に。疲れはしないかな。500人ぐらいブロックしたね、うん、2日3日ぐらいかな。2日3日ぐらいかな。まあでもフォロワー50人ぐらいしか減らなかったね。500人ブロックしてフォローしてるやつ50人ぐらいかな、うん、いやいいよいいよ、めんどくさいわ、うん、ブロックしたやつすべきでないやつ、いやだからアイテム投げないやつをフォローしてないやつは全員ブロックしたよ、うん、アイテム投げないやつとフォローしてないやつブロックした。あそうそう、ブロック入れてから収入上がったんだ。そうブロック入れてから収入上がったんだ。そうだ思い出した。だからまあ花火投げる人からするとそっちの方がいいっていう判断なんじゃないの。いや収入上がったんだよね。アイテム投げなくてもアンチしてないの解除したって、なんで？なんで？別にいらなくない？なんで？花火数発でもだって俺1日3000円とかだったんだよ収入。1日3000円とかで食うか食わないかみたいな生活だったんだからいいじゃん。花火上がるようになったんだから。挨拶だけでもだってアイテム上がんのもいいじゃん。アイテム上がった方がよくない？花火が収入だよ。
いや、収入源花火だよ、この3年間。え、ブロックされてもキツネって見れるの？え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ブロックされてもキツネ枠は見れるの？コメント書けるの？マジで？え、そうなの？え、そういう仕組みだったの？マジで？え、キツネ枠見れなくなるんじゃないの？見れるの？あ、だからこんなに荒れてんの？あ、だからブロック解除しろって書けるの？あ、そういうことなんだ。え、意味ないじゃん。あ、そういう仕組みなんだ。知らなかったわ。違う違う違う。通常枠でブロックされるとするじゃん。3日前とかに。キツネ枠見れんの？え、どういうこと？え、ブロックされてる人いる？通常枠の方でブロックされてるけど今見れてるよっていう人いる？いなくない？あ、だから解除しろ解除しろって言うんだ。あ、そういう仕組みなんだ。へえ、そういう仕様なんだね。へえ、見れるんだ。え、アカウント切り替えたり手間かけないで見れるんだ。あ、そういう仕組みなんだ。じゃあ500人のリスナーが今見てるってこと？そういうこと？ブロックされたけど、そのブロックされた500人が見てるってこと？見れないよね。合ってるよね。アカウント切り替えてんなら見れるでしょ。別アカだったら見れるでしょ。何にも感じないけど、シルバーアクセサリー今ゴム型切ってるね。
映画制作順調じゃないよ、全然。全然順調じゃないよ。全然絶賛苦戦中だよ、俺。骸骨いるよ。骸骨。だらだらしてるだけで入ってくるよ。だらだらしてるだけで花火もらえてるね。はい、ワトツ。なんで内職とか働かないよ。やだ、めんどくさいもん。働きたくない。だるい。はい、ワード2。この生活いつまで続けんの？いや、わかんない いつまで続けんだろうね。いつまで続けんだろう。わかんない。あんまりうまくないね。7畳だね。ワンルーム。
ストロングゼロ飲む？酒雑やる？酒雑。音楽と酒いいね。音楽と酒行く？いや、絵描きたいけど絵の具がないんだよね、今。絵の具がないの。うん。絵の具がないんだよね。売名、別に困ってはないかな。売名とかは別にいいかな。プルームテックノーマルだね。プルームテックノーマル。近所の子供絵の具持ってんのかな、この辺の子供。持ってないんじゃないの。あー、ヒッピーつうか俺はパンクスだと思ってるけど、ヒッピーみたいな、なんかこう思想が強い感じじゃなくて何も考えてない感じだと思うよ。パンクスじゃん。ヤッピーロックンロールではないね。キャピタルスカムっていうの。キャピタルスカムってなんだろう。検索しよう。キャピタルスカム。ありがとう、花火ありがとう。キャピタルスカム。サンキュー。ありがとうね、花火ありがとう。キャピタルスカムってなんだ。キャピタルスカム出てこないけど。スカムとは汚物、そこに派生したスラング。排水口、排水口にできた汚水。なんだろうキャピタルスカム。ビビアン・ウェストウッド、うん、リスナーから金もらったらダメなの？リスナーから金もらって何が悪いの？へえ。
ヨーロッパの俺みたいなやつを無職のことをキャピタルスカムって言うんだ。かっけえ。減らってるっていうか退屈だね。刺激が欲しい。うわー面白い。スカルプ D だって面白いね。すげえユーモアのセンスある。スカルプ D だって面白い。映画作ってるよ。早漏ですね。はい。早漏っすね。MW って何なんだろうね、これよくわかんない。何なんだろう MW って。ムーか。囲い放送だって俺囲い放送になりたいんだもん。閲覧30ぐらいで和気あいあいとしてて100万稼げる方が良くない？そっちの方が絶対勝ちでしょ。だってねえ、閲覧3桁あって食うか食わないかみたいな放送面白くないじゃん。だったらさ、閲覧30人ぐらい、20人30人で100万稼いでる方がよくない？全然そっちの方が成功してると思うんだけど。絶対その方が得でしょ。1000人来て年収3000万。誰かいる？そんな人。それ誰？男の配信者でそんな人いる？別になんか人が増えても意味がないと思ってるからな。いや多分閲覧30で囲われる放送やってた方が稼げると思うよ。月収18万ぐらいだね。いやでも最近50人ぐらいだよ俺閲覧通常枠。最近50人ぐらいだから。囲ってもいい、いいよ、花火ありがとう、いいよ、花火ありがとう。ほら、閲覧50人ぐらいで内輪で楽しんでてアイテムもらってるのが俺は結構理想かな。じゃあ狐枠やめてちょっと稼ぎに行ってきます。通常枠で稼ぎに行ってきます。お疲れ様です。
塩だと。Stop.